ようございます。今は今日は1月6日の9時ですね。はい。今日はね、ビッグガネッシャ行きます。もう一回行きます。もう一回。なんか時間が短くてあんまり見れなかったんでね。でも結構なんか見どころがありそうなところだったので、うん、ちょっともう一回行きたいなというふうに思いました。で、エカマイですかね。エカマイのバスステーションに今だったら行きますね。はい。何時先になるかわかんないんだけど、まあ11時くらいには乗れるかなって思います。で、午前中、ちょっと過ぎぐらいに向こうに着くかなという感じですかね。はい。で、2、3時間ぐらい観光をして、それで、バンコクに戻ってくるとこういう形にしたいなと思います。帰りはね、電車で帰ってこようと思います。はい。で、まだちょっと電車の時間を調べてないんですけど、最終が6時ですので、まあ、その1本前ぐらいに帰ってこったらこれ行きたいな、はい、ですね。そうすればバンコクに、そうね、2時間ぐらいかかるのかな。8時かな、うん、で、ちょっと、8時半には着くかなって形だと思います。はい。結構行ってるよね、いろんなとこね、なんだかんだ。はい。昨日のアイコンシアムもね、思った以上に良かったね。友達おすすめだったけど、うん、まあ、ショッピングモールかとか思いながら行ったんですけど、いや、楽しめましたね。うん。はい。毎度のあそこですね。あそこの、あそこから23です。23のバスターミン、バスラインで、エカマイのね、バスターミナルに行きますので、はい。まあ、まあ、泊まってる場所からね、それぞれラインが違うので、それは Google マップで調べてみてください。ね、Google マップで調べられます。はい。ただ確実ではないので、はい。でもまあ、なんちゃってで行けますんで、はい。ね。まあ、間違えるのも旅の一つの、あれですから。まあ、醍醐味とは言わないけど。うん。多分、向こう側だと思うんだよね。こっち側に23はないね。ないね。おう。はい、エカマイの駅に到着、バスターミナルに到着しました。まあ、2回目だからね。はい。すぐそこにありますので。とりあえずバスのチケットを買いに行きます。はい。これを信号を渡った先です。ところを信号を渡って左側ですねにありますので、はい。はい。前にも来たのでね、あれですけど、あそこピンクガネーシャーですね。で、買います。で、プラットフォームが10番です。10番線もうすぐ届くんですよね。ダイエットペクシーを買いました。99発です。何時出発？11時発ですので、はい。まあ、1時ぐらいにつけるかなっていう感じかな。はい。なので、まあ、2時間ぐらいは見れるでしょう。で、それで、あと電車の時刻を調べて、で、それに合わせてコンテンツで、帰ってくるという形にします。